何回か見えたんで、去年からこの時期の定番、浮きたぬき入れてます。スピニングも今日持ってきたので、なんかピシャピシャピシャってやってたよ。浮きたぬきピピピってやったら吹んじゃないの。あ、出た。おお、浮きたぬき一発、浮きたぬき一発、あ、バレた。うっそ、うわ、ドラグ緩かった。浮きたぬき一発だよ。うわ、ちょっと心の準備とドラグの準備ができてませんでした。あ、いやー、浮きたぬきなシーズンなんだね。なんかね、ボイルしたなーってのを見かけたんで、ちょ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 ってやったらガバーって出たね。うわー、今のもったいない。ドラグ調整ちょっとビスったら、お、また出た。あー、浮きたぬきれんちゃん。よし、今度バラさねえぞ。よいしょよいしょよいしょ、あーしゃー、浮きたぬき。はーい、浮きたぬき、ガバガバってね、一回来てもう一回チャンスもらいましたね。ちょっと針に秘密あり。イエーイ、浮きたぬきピーシやったね。いやー、あ、このセッティングマジかかりいいかも。ちょっと後で紹介しますね。イエス、いやー、浮きたぬきいいね。これここら辺で食っ、さっきそこに浮いてたりしたんだよな。ここのここの淀み、今日のピンポイントかも。わー、食った。おお、来た、バレた。3回目釣れたのは1匹。いやー、かかるな、これいいかもしんねえぞ。あー、なんかバスが狂ってる、狂ってるでしょ。ほっ、微妙に。でも、はい、ベイトのサイズと合ってんだな、浮きたぬきが。食いまくっちゃう。やってるよ、やってるよ。これ食うな、これ食うよ多分。う、はーい、ダメか。よっしゃ、浮きたぬきフィッシュ、釣れるときにいっぱい釣っときましょう。よいしょ、元気。イエス、なんだろうな、浮きたぬきってエラストマー素材だから本当ね、この壊れないんですよね。この丈夫さがいい。ほら、何も壊れてない。浮きたぬき2匹目、今日狂ってますね。浮きたぬきに連続バイト。まあでもやっぱりそうは言っても、すれてくるともうボイルドンピシャで入れないと食わないとかになってくるだろうから、
よっしゃ、いや3匹目浮きたぬき、浮きたぬき無双法なってきた。よいしょよいしょ、はい、浮きたぬき無双、ちょっとね小さいけどね、ありがとう。でこうスル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 と、ほんと壊れないね。ああ、いいとこ入った、いいとこ入ったよ。すげえなー、こっちのよどみでぴょこぴょこ、ふぅはーい、くたーぷたよーしょ、あーあたー、取ってきた、バスのサイズがちっちゃいとバレるなぁ。よし、今のバレる。ちょっと小池ばらしまくっちゃったんでルアーチェンジ。もうこんな状況の時の鉄板、7グラムシンカーに坂又リアル、もう なんというか、この感じの状況の時はもうこれこれがね、フッキングも決まるし食いもいいしで、坂又リアルのフリーリグをツージャークで入れてく。なんだろうな、こういうこれびっくりして小魚とかが逃げるのかな、それでスイッチがバスに入ってんのか、チャッチャッと。うおっ、うわ、すげえ、また空気満々モードに戻ってきてる。サイズは大きいのはいないけど、なんかちっちゃくても、なんだろう、もう回復してるから超絶元気な個体。寸前で
できるな。ちょっとベイ、餌のサイズ合わせるか、重りに沈めた方がいろいろ、いろ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 考えて考えて、ね、ちょっとやってみたいのが思いつきました。多分合ってると思う。トップレンジだと口の中にスポーンと入らないからフリーリグにして、でベイトフィッシュの色に寄せた、いやー、まあタヌキ、浮きタヌキじゃなくて、これが抜群の餌になるんじゃないかということで、うおー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 おお、これベイトフィッシュのサイズと、あーほら、あー、あれ食ったよ。ベイトフィッシュのサイズと合ってるから、これをオートマチックに、釣れるんじゃないの。ヤマタヌキフリーリグ、ちょっと沈むの早いかな今度。でもこれが目の前にこんぐらいのが入ってきたらジャストだと思うんだけどな。これで脳進化かな。こんなんだと思うんだけどな。ジャスト口の中にパーンって入る。あ、おしゃ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 、くたくた。そう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 、ああバレた。まだ。よし。オートマチックリグ。オートマチックリグ。よいしょ。よいしょ。ああ。わお。はーい。ヤマタヌキオートマチックリグ、ね、フリーリグ、これでね、座りながら永遠に釣れるんじゃないかなと思って、とりあえずオートマチックリグやってみます。まあフリーリグで、イエーイ。そうそう、まあ浮きタヌキでもいいんだと思うんだけど、あ、浮きタヌキの方が餌持ちが良くなるかな。でもね、これ多分入れて永遠に釣れるんじゃないかな。オートマチックリグ、今1匹目でしょう。ほらー、食ったー。よいしょ、オートマチックリグ。ちょっと待って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 、ルアーが飛んじゃうから。よいしょ、あ、いいとこかかってる。はーい、サイズアップしたよ。ヤマタヌキの尻尾だけ出てるね。ちょっとサイズアップ。もう座ったまんま永遠に釣れるシステムを研究しております。オートマチックリグ、イエイ、サイズアップ。はい、2匹目。このヤマタヌキの形のポイントが、まあどっから刺してもヤマタヌキになるっていう、このヤマタヌキの口にスポッと入るサイズ感、これがミソ。浮きタヌキでもいいとは思うんだけど、なくしちゃうと、あの引っかかるとね、あのコスパが1個あたりが高い。
ヤマタヌキで大切に大切に釣ってくのがいいのかな。よし、3頭連続。はい、よいしょ。お、はい、ヤマタヌキのオートマチックリグ3頭連続。今ね、もう魚が狂っちゃってるから、これオートマチックじゃないですか。イエーイ。新しい群れが入ってきたらどんどん食うんだな。もうボイルとかして超スイッチが入ったモードじゃないとなかなか食わない。まあ要はコンパクトシルエットなルアーをスコーンと口の中に入れるための7グラムとヤマタヌキって感じかな。あー、食った。あー、よし、やっと4匹目、ヤマタヌキフィッシュ4匹目。はい、ヤマタヌキッツさんに4匹目。よし、いやいいね。このサイズ感が、このサイズ感のバスの口にスポーンって入る。これが45アップとかだったらもっとねでかいルアーでいいと思うんですけど、今日はこのサイズだからヤマタヌキがベストマッチ。このちょいんちょいんな動きにも魚が飽きてきてるっぽいんで、さらにここでヤマタヌキのノーシンカーで目線のレンジ変え。補修して、さらに今度はノーシンカー。ヤマタヌキの頭がなんかなんとも言えない感じだった。よし、さあさあ仕上げに釣っていきますよ。さらに、ゲイリー素材の真骨頂ノーシンカーでどうだ。さっき口からスポーンと抜け出た。今日30に届かないぐらいがアベレージだから、ヤマタヌキのこのサイズ感なんだと思うんだけど。よっしゃ、おお、ヤマタヌキ普通に沈めて食いました。よいしょ、いや元気元気。あー、仲間もどうしたって追っかけてきた。よいしょ、よいしょ。ヤマタヌキいなくなっちゃった。はい、ヤマタヌキも普通にね沈めて、今ちょっとボケーと考え事してたらね、いつの間にか食ってくれてました。ヤマタヌキね5匹釣ってちょっと飛んでっちゃいましたけど、綺麗ないいバスコン、ありがとう。すごいね、元気ないい引きのバスでした。ありがとう。ちょっとベイトフィッシュっぽい色にルアーの色を合わせたら、釣れるようになって今5匹目ね。
浮きたぬきも楽しいんだけど、やっぱりこの時期ね、こう沈めるときは沈めてってやると釣れる数がねえ、まあトップレンジだけで食わせつつ、おお食ったねえ、きついから、ヤマタヌキとウキタヌキ両方ポケットに忍ばしておくと、あれいいんでないかなと。でフリーリグでパンパーンって沈めたり、リアクションのアクションとかやったりしてましたけど、最後は今ノーシンカーでね、やっぱこのゲイリー素材のノーシンカー攻めってのは鉄板だからね。最近なんか浮きたぬき面白いから浮きたぬきばっか使ってた。ヤマタヌキもやっぱ久しぶり、お、あれはバスじゃないの、くっつあーしゃー、やっぱりヤマタヌキもいいね、よいしょ、あーらーしゃ、はーい、引き続きのヤマタヌキ。いやもうヤマタヌキはね、このサイズ感ですから、いるいいですね、イエーイ、ヤマタヌキ。なんだろう。おお、これボイルでしょう。あ、まだいる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 。よし。食った。よし。7匹目。はい、もう夕まずめになってヤマタヌキ止まらなくなってきましたよ。もうヤマタヌキさん入れるといくらでも釣れる感じになってきました。イエーイ。今のはボイルの前兆あったな。よし、危ない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 、よいしょ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 、あーごめんごめんごめん、よいしょ、あー9匹目、あと1匹で10匹なんだけどな、チャンス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 、どっち狙う、あっち、
そこになんかいるよな。うわー、ボイルちっちゃいけど10匹目頼む。ラスト、うわー、しゃ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 、あれはどうだ。10匹目優秀のビュー飾ってくれない。ダメか。いやー、万事休すか。あそこら辺でさっきからなんかすげー、こっちか。ダメか。あー、あれバスだよ、絶対バスだよ、絶対バスだよ。よし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 、いやお前早い早い早い。くそー、10匹目ダメか。はい、というわけで山田抜き、浮田抜きで遊んできましたけども、やっぱりね、よく釣れるルアーシリーズですね。で、今回途中でね、小池フルキャストとか坂又リアルの6インチとかね、そんなのも入れてみたんですけども、ほんとね、その刺してきてる餌の種類によって、もちろん坂又リアルがめちゃくちゃ効いたり、あとね、小池のフルキャストでもね、腹筋がしっかり決まって大きなサイズのバスが釣れる時もあるんですけども、この時はですね、本当目に見えてベイトフィッシュのサイズが非常に小さくて、それで浮き田抜きで始めたところ、ボコボコにね釣れて、でその後、レンジが入る山田抜きに変えたところ、さらにね、まあね、9匹ね、つぬけ狙ったんですけども、なかなかそうはうまくいかなくてということでね、本当よく釣れるポイントなんですけども、時間とあとは魚の状況によってね、結構刻一刻と釣れるルアーのサイズであったり、あとはその泳ぐレンジであったりがね、変わってくるので、まあここにね、線香を入れてみたりとか、その他プラグ入れてみたりとか、いろんなね状況で合わせていく必要があるんですけども、今回ねテーマにした浮き田抜きと山田抜きはね、この2つを持っていると、まあよく釣れる。まあね、とにかくなんかすれ知らずといった感じでね、どんどんねバスが食ってくれるので、まあね、1個は持っておいた方が絶対ねいいルアーなんじゃないかなということで、まあここにレッグアームの 2.9 なんか入れたらね、もう切りなくなってくるんですけども、小粒でお尻がプリ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 ってね動いて、で一口でシュポッとね口に入る山田抜きのサイズ感がね、この日はベストマッチだったのかななんていう風に思います。またね、ゲイリーからは今年もなんかいろいろなノンソルトのねルアーとかね、登場するみたいなんで、そこら辺もね、入手したらね、こういった入れ食いボイル山盛り状況の時にねぶち込んで試してみたいと思います。というわけで、本日の釣り子 TV は浮き田抜きとね山田抜きブラザーズね、入れてみたところを入れ食いになったやつ、こういった動画でした。またよろしくお願いいたします。また会おうぜ。